ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回おかげさまでちょっと店内が賑やかですけど、そうなんですよ、はい、ちょっと頑張って、はい、お伝えいたします。で、今回ご紹介するお車が911タルガ 4S、 こちらをご紹介させていただきます。はい、で土方さん、はい、打ち合わせちょっと聞いたら、この車なんかオプションが満載みたい、うん、満載なんですよこれ。でもなんか外観からするとそんな感じがしないんですけれども、はい、そうですね、意外とパッと見は地味って言ったらおかしいんですけど、ついてるよっていう感じの主張は弱いですね。そうですよね、はい、なんですけど、あのポルシェのカタログに載っている高額なオプションが何点かついてるのと、細かいのを含めて、まあ、金額言ってしまうとオプションだけで500万超えの車です。はい、大台超えてますね。大台超えてます、はい、じゃあその辺を順番にお伝えしたいと思います、はい、でまず外観から、うん、ついてるじゃないですかこの。そうなんですよ、一番高いヘッドライト、一番高い PDLS LED、はい、PDLS プラスですね、はい、LED のヘッドライト。見た目もポルシェの場合全然違うじゃないですか。そうですね、うん、もうなんか高級感もありつつ、はいはい、高性能な感じも顔つきで出てますよ、うん、はい、このヘッドライトがついてる。そうです、はい、そして、うん、ボディカラーがキャラターホワイト、はい、そうです。なんかホワイト2種類あるんですよね。そうです、キャラターホワイトがそうオプションで高い方ですね、はい、ちょっとなんか青白いというか。そうですね、はい、ペタリックが入っている、はい、タイプです。そんなボディカラー、はい、そして横に回っていくと、うん、今回全部車ドノーマルってことなんで、はい、まあ、特にローダウンされてたりとか、うん、はい、タイホイールが変わってたりとかっていうのもなく、うん、はい、でもフルノーマルの状態。フルノーマルですなんですけど、これにちょっと秘密があるんですよね。そうなんですよ、実はちょっと彼ら系というかタルガとか、まあ、ターボ GTS 以外で珍しいリフターがついてる。そうなんですよね、純正オプションリフター。僕その役付きのモデル以外でリフターついてるポルシェ初めて見ました、うんうん、私もほぼ帯びた時ないないっすよ、ね、と思います。本当に GT3RS とかだったら、はい、やっぱりバンパン形状も違うんで。そうですね、やっぱりついててほしいオプションですけど、車高も低かったりするので、うん、なんでちょっとまあ標準のバンパーなんで、はい、まあ、ちょっと勝手な僕らの想像ですけど、うん、前オーナーさんの駐車環境とか、はい、まあ、その辺もあったんじゃないかなっていう。そうですね、うん、ただこの辺も選ぶと結構な金額ですよ。結構な金額です。やっぱりついてるとありがたい。ありがたい、特にボンド的にはこれからカスタムしていく上では、うん、そうですね、やっぱり必需品というか、うん、はい、ついてたら嬉しい、なお OK みたいな感じですよね、ついてる、うん、はい。でホイールだったりはまあ標準ですかね。標準ではないです。あ、これ一応オプションの、オプションなんですよ。なるほど、はい、オプションのカレラクラシック20インチこちらが入っております。ちょっとガンメタリックと天然がダイヤモンドカット、うん、そうですね、バイカラーというかになってます。でブレーキはスタンダードの、これスタンダードです。ブレーキ、はい、あえてこれカーボンセラミックとかじゃないんですか。じゃないですね、はい、なんかその辺にちょっと前オーナーさんのこだわりというかがあるんだと思います。感じます、はい、あとはまあ、あの小さいことなんですけど、このカラクレスト、はい、カラクレスト、はい、これも一応メーカーオプションになっております。なるほど、はい、そして横に回っていくと、うん、ミラーなんかも標準のミラーで。そうです、標準ですけど電動格納、これもオプションですね。電動格納はしっかりついてる。はい、ついております。はい、なんかちょっと言ったらあれですけど、ちょっと見た目優先ななんかオプションはつけないんだなっていう、うん、そんな感じしますよね。しますよね。なんかこう本当なんかこう素の状態ってのはおかしいですけど、さりげないんですけど、なんか実用性を取ってるというか。そうですね、はい、なんかこだわりをすごく感じます。はい、そしてリアも同様に、うん、オプションのホイールはそう20インチですね、はい、そして今回タルガってことなんで。そうなんですよ、ここですよ、ここ、これですね。今までボンドチャンネルタルガ出た？タルガは、うん、名古屋店で1台ご紹介させていただきます。あ、赤いやつかな。あ、そうですね、はいはいはい。ここって色って選べるんですか、うん、選べます。このシルバーか黒か。あ、なるほど。選べます。で数少ない中なんですけど、やっぱり東京店でタルガをお乗りのお客様いらっしゃるじゃないですか。やっぱりこう色を変えたいということでこう塗る方はやっぱりいらっしゃいますね。ここのインパクトってすごいですよね。いや、すごいですよね、うん、なんかやっぱり厚みが。そうですよね、そう、幅があるので、なんかすぐ目につくというか、うん、はい。そしてこうボディカラーとでまた違って見えるじゃないですか。そうですね、うん、僕あんまりタルガって、うん、もう正直申し訳ないですけどあんまり興味なかったんですよ、はいはい、けど去年ポルシェミュージアムに行かせてもらって、うん、そのタルガの歴史みたいなのを展示したって、はい、でなんかアメリカの市場が結局屋根焼きがそうなんですよ、すごく需要があって、はい、ポルシェもオープンとかタルガとかそうですね力を入れてやってるんですよね。うん、
でそこに飾ってあったのが確かボディカラー緑で、あーかっこいいですね、ロールケージ、あーいいですね、はい、はい、のやつでシルバーのやつで、うん、めちゃめちゃかっこいいの、かっこいいですよね、うん、それからもうタルカめっちゃ見るようになっちゃう、なるほど、あの細かく言っていくと歴代ポルシェでずっとこうタルガってあるじゃないですか昔から。でもボディの形状とか、クーペスタイルにより近くなったのって近年のモデルなんですよね。それまでって正直僕タルガってそのタルガの機能が好きなんですけどデザインは好きじゃなかったんですよ。ちょっとなんか取ってつけた感があってありますよね、はい、腰下とこの上のデザインがまるっきりポルシェとは思えないような形だったりっていうのがあったので、だから997、991この辺のモデルになってやっとこうクーペのスタイルにより近づいてきた。それで市民権を得た感じもありますよね。なるほどな、うん、どうしてもこうスタイリッシュさでいくとこうオープンとかの方が、そうなんですよ、ちょっとなんていうかやぼったいって言ったらあれですけど、そうなんです、ちょっと変化球的なちょっと感じはしますよね、うん、そうです、だ逆にそれが分かるようになったらめちゃめちゃかっこいいな、うん、そうですね、特にこの最近のはこう本当にかっこいいですよね、うん、かっこいいです、ウィンドウ、はい、こんなにガラスが、ね、はい、すごいですよねこれ、これ多分傷つくことって、まあ、そうそうないんでしょうけど、うん、ないでしょうけどね、部品としては多分相当高いですよね、相当だと思います、だってこれだけ大きいもので この R ですよ、はい、多分作るのもかなり大変ですよね、うん、だってタルガのためだけのガラスですからね流用も減ったくれもないですから、なんか果たして在庫があるのかどうかも心配になるぐらい、はい、そしてなんかこうここが全部ガラスだとこうお尻のデカさがすごくないですか、うん、すごいですね、なんか 4S のせいもあるんでしょうけど、うん、そう、より一層強調される感じがしますね、後ろのデカさが、うん、はい、うん、そして後ろ回ってると大きいなんでちょっとこのカクカクってなってるテールなんで、はい、あとそうです、四駆になるとここが繋がるんでしょうか、うん、そうです、繋がってますね、なるほど、うん、こんなリア回り、はい、あと、はい、まあ、ちっちゃいですけど地味ですけどこのセンサー、あ、なるほど、はい、これもオプションです、あ、オプションなんですか、そうなんですよ、素の状態だと 4S といえどもついてないんですよ、あ、そうなんですか、そうなんです、結構カブレオレとかってこう後ろが開く関係で、うん、標準だったりする車も多いじゃないですか、そうですね、ミニなんかも確かカブレオレだともうパークセンサー標準なんですよ、そう、リア標準、そうそうそう、はい、ポルシェオプションなんですか、オプションです、なるほど、はい、でその辺はしっかりついてる、ね、ついてます、いや、抜かりないですね、うん、抜かりないです、この辺は、うん、こんな外観です、はい、はい、じゃあ続いて内装を見てみましょう、うん、はい、見てみましょう、内装がそのオプションの真骨頂、そうなんですよ、はい、早速じゃじゃん、内装、うん、黒だからパッと見分かんないですけど、うん、しっかりレザー、そうなんですよ、レザーインテリアなんですよ、この車ついてるんですね、ついてます、こことダッシュボードと、うん、はい、そうです、高級感がすごいですよね、はい、オプションつけると、うん、そしてついてるじゃないですか電動角度ね、はい、もうお約束ですね、もういつになったら標準装備になるんでしょうか、ちょっとね悲しいところですよね、でもしっかり、うん、ついてないの結構多いですよね最近は、でもあのオプションで皆さん選ばれるようになりましたけど、もともと991の初期のモデルってついてない車が結構ありますね、そうなんですか、ね、うん、しっかり今回のはついてる、はい、ドアも全然違いますよ、高級感が、そういい感じです、いい感じですね、うん、でちなみにエントランスステップの、あ、なるほど、イルミネーション付き、しっかりここも、はい、こちらもメーカーオプションでございます、そしてそのままシートに行くと、うん、シートもオプションの方の、そう、オプションの方のフルパワーシートです、なるほど、うん、いい感じです、いい感じですね、そしてエントリー&ドライブも、うん、はい、ついてるじゃないですか、嬉しい装備です、なんでしょ こう全然こうすごくオプションでお金がかかってるのに、うん、主張がないと、なんか当たり前のようななんていうのこう見落としがちな感じのついてて当然でしょにさらっと流されちゃうような、そうっすね、はい、もうちょっとミニカーなこうなんですか、はい、インテリアのカラーちょっと変えたりとか、そう、別のところの目立つオプションとか、うん、はい、使うと思いきや僕だったら、買えませんけど自分でオーダーしていいって言われたら中めっちゃ派手にします僕もします、はい、特にこう屋根開きだとどうしても派手にしがち、開けたからには目立た、ね、そう、目立ちたいみたいな、見られたい、そうですね、そんな感じは全然ない、はいはい、もう本当に真面目な方が乗ってたんだなっていうのが、うん、車からスタートできますよね、うん、
土とは違うんだろうなっていう感じが伝わってきます。真逆です、はい、真逆です、はい、ちょっとじゃあ中乗ってみたいと思います。はい、あで土方さん、うん、もうちょっと先に言っちゃっていいですか。何ですか。このマットが実は違うんですよね。はい、はい、ちょっと展示用で標準のマットになってますけれども、うん、はい、なんとこれが超高額オプションマットがあるということです、はい、カーボンマットがちょっと後で見ましょう。後で見ましょう、はい、はい、そしてシートはもうこれは、うん、あのちょっとポルシェありがたいことに何台も乗らせていただいてるんで、ちょっとリアクションこそないですけど、はい、安定安定間違いない、はい、安心のスポーツシートフルパワー。そしてインテリアはしっかりスポーツ黒のもついてて、はい、で白じゃないですか。そう、はい、白白いいですね、はい、この白っていうのがいいですよね。いいです。赤とかにしないんですよ。そうですね、はい、はい、ブレーキのキャリパーの色に合わせて赤とかしがちですね。ああ、しがちですね。あえて白。そうですね。でこのトリムもアルミっていう、うん、そう、どこまでも主張しない。そうなんですよ。ただ純正とはちゃんと違うんだぜっていう、はい、そんな感じが見て取れます、うん、そしてステアリングもあれオプションのあれがついてるんですよね。これはマルチファンクション、これはコロコロがついてるやつですね。そう、マルチファンクション付き、はい、アンドヒーター付き、ヒータースタイリングヒーターボタンここですよね。お、知ってるんだ、つまんないの。覚えました、はい、これ2回目やった時は忘れてて、うん、あれどこだっけどこだっけって探しちゃうよね。カメラマンに、うん、先生何回言わせればいいんですかここですよここっていう。怒られちゃった、はい、でもやっぱり屋根開きだと、うん、ついててありがたい。いや、ありがたいですね、うん、しっかりついてると、うん、なかなかないっすよ。そう、なかなか特にポルシェ系は少ないですよね。あのステアリングヒーターというと僕らの勝手なイメージではレンジローバー、ランドローバーのイメージが強いんで、ポルシェとか屋根開きの車は嬉しいですね。なるほど、うん、しっかりついてる、はい、はい、そしてこっちがナビ周り、うん、はい、で今回の車なんと、うん、地デジチューナーもついてるとなんと地デジそうなんですよ、純正オプションで抜かりないっすね。抜かりないっす。値段がびっくりしちゃいますけどね、はい、それは差し込んでおきましょう。後で差し込んでください、はい、そしてこの辺、うん、しっかり。そうなんですよ、はい、今回珍しい。びっくりですよね、まあ、スチートヒーターはまあまあまあ、まあまあ、かるじゃない、まあまあ当然ですよね。ベンチレーションもしっかりついてるという、ね、すごいですねこの車オプションが本当に。本当。そしてもっとびっくりするのが、うん、ここっていう。そう、さっきちょっとだけ触れましたけどリフターがついてる、うん、で屋根の開け閉めここなんですね。そうなんです、はい、開け閉めなんです、うん、開け閉め。なるほど、うん、そしてこの辺も、うん、しっかり高級感ありつつ、はい、はい、こんな感じでございます。いいですね、革でね、はい、あとはヘッドレスト。あ、なるほど。クレストエンボス、はい、はい、もしっかり入って、これもオプションでついております。そしてこのピラーとかはアルカンじゃないんですね、うん、違うんですよ、これレザーのパッケージじゃないですか。だからこれレザー革。なるほど、うん、質感がすごくだから良くないですか。はい、いいです、うん、本当はねこっちのほら、はい、アルカンとかになってるから。こっちがアルカンターラなんですね。そうなんですよ、アルカンでもいいんでしょうけど、はい、うん、なるほど、はい、こっちはレザー。そうですね。でバイザーはこんな感じで、うん、これあれですか、風をこう、風、そうです、風よけというか、あのあれですね、巻き込まない、そうっす、はい、うん、そんなに巻き込みもともと多くないですけどね。なるほど、うん、そして後ろの席は、はい、まあ普通のクーペと変わらずなんですけど、うん、上がやっぱり開放感というか、うん、スケスケ感がスケスケ感だね、はい、開放感があっても基本乗らないところなんで。なるほど、なんとも微妙ですけど、これ天井ちょっと低く感じるような気のせいですか。いや多分低いと思います。ですよね、はい、なんかちょっと低いですよね。この厚み半端ないですよ、だって、はい、こんなありますよ。ですよね、はい、補強バー入ってるんで。後ろの居住性に関しては、うん、もうクーペよりかも悪い、ね、さらに悪くなってる、はい、まあ、もう実質2人乗りですからね。そうです、だから毎度おなじみのツッチーは多分ツッチー頭こう、そうですね、こうじゃないの、こうなっちゃう、はい、なるほど、はい、まあ、後ろはもうほとんど人乗せるというよりかはもう本当に荷物とかバッグとか、はい、そうです、コート置いてもらったり、そうです、荷物置いてくださいという、そういう状態使われている方がほとんどなんで、うん、まあ、もうエマージェンシーです、うん、はい、問題ないんじゃないかなって、うん、そんな感じです。あ、藤川さん大変ですよ、一番肝心なところ忘れてました。なんとフルメスター。そう、気づいてくれましたね、はい、僕も拾い忘れました。そう、うっかりしちゃうところでした。これすごいんですよね、はい、すごいです、金額が、はい、なんと79万6000円。はい、もうなんかこう、うん、本当にどこに重点を置いて
オプションを組み立てたのかっていうのが、はい、全て察知しました。そうですね、はいはい、なんとなく完全にこう、うん、運転を快適、はい、そっちに振ってるんだなっていう、うん、そうだから目に入るもので派手なものは多分嫌な人なんですね、きっとね、はい、だからもう内装のこのシックな黒で、うん、こうスポーツミラーさえつけず、そうですね、オーディオはしっかり、はいはい、抜かりなくやる、純粋にポルシェを走って楽しむ、そうですね、はい、もうポルシェ好きだった前のオーナーさんがちょっと、そうなんですよ、思い浮かびます、はい、では続いてボンネットの前に、うん、前に、はい、紹介するのがこのなんと、はい、超高額オプションマット、はい、カーボンなんですね、そうなんですよ、カーボンフロアマット、なるほど、なんと2枚でこれ風とかじゃなくてちゃんとカーボンの、うん、いやいや、そうちゃんとしてますですよね、はい、だから金額も意外とお高く、で、肘川さん曰くちょっとメーカーによっては逆にこうカーボンにすると滑っちゃう、うん、そう滑っちゃうんですよ、ただねやっぱりそこポルシェなんですよね、これしっかりこう、そう、なんですか、ちょっとだけ端っこだけ踏みます、すげえ食いつくんですよ、ゴムみたいな、はい、そこはやっぱりすごいですね、確かに、うん、こうせっかく選んでも実用性とかこう、そうなんですよ、性能をスポイルしちゃうと意味ないですか、そう、その全くその通り、はい、重たい重たい、はい、なんと2枚で14万びっくりしますね、本当っすか、はい、これほとんど使用感ないっすね、うん、ないです、若干ここにここがかかとの跡があるぐらい、はい、ぐらいです、はい、こちらももちろんお付けいたします、はい、お付けします、はいはいはい、続いてボンネットフランクをちょっと見てみたいと思います、はいはい、はい、4になるとちょっと狭いんじゃん、うん、狭いですね、ちょっとね、うん、ちょっとだけ、はい、これが狭くなってる、はい、まあでもこの辺は、うん、おっていうところではなく、そうですね、安定安心の、はい、いつも通りの、はい、そこそこ広くて深さがあると、結構深いですよね、深いですね、あの意外と入れたら結構な量入りますよ、ですよね、はい、本当にカバンというか、はい、スペースなんかもこぼ、はい、って入りそうですね、はい、はい、こんな感じでございます、うん、じゃあ日向さん、はい、メインのところを、うん、はい、やりますか、タルガの開け閉め、はい、やりましょう、お願いいたします、でも知らない人が見たらびっくりしますよね、びっくりします、続いてリフターもちょっと動かしてみたいと思います、はい、お願いします、これで上がった状態です、そしてここしっかりちょっと荷物入れられるんですね、うん、そうなんですよ、そんなに容量はないですけど、これでもあれですよね、うん、もちろんこの普通の走ってる時はこれが閉まってるわけですから、うん、アクセスはここの隙間と、はい、あとシート倒せばここから、そうですね、シート倒してもらって、でもシート倒してもトランクするっていうよりもまた別の扱いな感じですけどね、ど段差ができちゃうんで、ただ荷物は詰めます、ジガさん、これってゴルフ行ける車なんですか、うん、行けますよ、 ここに入れるんですか、そうですそうです、だクーペと一緒です、あ、そうなんですね、でもある意味こうタルガなんで楽かもしれないですね、あトップを開けて、はい、なるほど、もしかしたらここから行けるかもしれないって、そうですそうです、まあ、クラブ出すぐらいはできそうです、なくはないですよ、ね、なるほど、うん、でこっちからでもこうやってほらやっぱり屋根がない分入れやすいから、ああそうです、ね、だからうちのお客様なんかは左右、はい、倒していただいてシートをで倒したところに2バック乗せてきます、あなるほど、はい、で長門は抜いてもらって後からな上に乗せてもらって、そうなんですね、はい、着替えとシューズバッグは楽勝でトランクフロント入る、ね、はい、行ける車なんですね、いや全然行けますよ、皆さん行ってらっしゃいます、はい、そしてこれって中骨組みが入ってるんですか、うん、これ多分入ってると思いますよ、タワーバーになってる、うん、若干そういう補強も兼ね備えてると思うんですよね、あとは荷物のガードっていうのかな、あ、はい、なるほど、うん、になってるんじゃないですかね、
なんかこれ外れないのかな、なんかこれなんか動きそうな感じがする。これ一応照明がついてます。あ、照明だけなんだ、はい、LED が。そうかそうか、はい。あとは、まあ、クーペと一緒なんですけど、エンジンルームはほぼほぼ見えません。これ整備の時ってじゃあこれそうこうしてそこをアクセスするの正解なんですか。そうですね、だと思います。うん、めっちゃ気遣いますよね。気遣います。でもどっちにしてもポルシェって慣れた人が整備するじゃないですか。当たり前ですけど、慣れれば慣れるほどみんな下からこういじった方が楽でしょってみんな当然当たり前なんですけど、そうやってよく言われますね、うん、いや何回見てもこれがすごいですよ、これ、うん、これ下見の時にこのナウシカみたいじゃないですかって、ナウシカのシーンみたいじゃないですか鼻で笑われましたから、わかりますか、あのオウムの抜け殻をこう、はい、目のところを外して持って帰って、はい、これなら詰めるかしらそのぐらいすごい、これ、うん、すごいですね、これ本当だ。ちゃんとリモコンできるんですよ、これ。そうだ、キーレスのトランクボタンがトランク扱いにしてるんだね。そういう使い方なんですね、うん、そう、ちょっと見えづらいですかね。うちあの傷つかないように養生しちゃってるんですけど、フロントトランクスペースで、これがトップ、まあ、閉める開けるんですね。はあ、すごいですね。でもこうやってまじまじ見るとスタイルがいいですよね。そうですね、かっこいいっすよね。かっこいいっす。ちょっと宇宙戦艦が、そうなんかね。でも昔のって言い方おかしいですけど、空冷の時代とかカブリオレとかタルガってここの形状がおかしくて、特にカブリオレはなぜか2本目か3本目のフレームが異常に盛り上がってて、なんかあのなんていうんですか、あの変な形容なんで、ダメだったらカットしてください。ゴリラの頭みたいなんですよ。なんか分かりますあ、ここがポコって、こう来てそうポコンって上がってる、ここが上がってるみたいな。古いカブリオレとかで、あとは古めのタルガだと、こっから上がポルシェの形なのに、ここだけがなんかこういう形でお椀が乗っかっちゃってるみたいで、ちょっと取っ手つけた感が。そうなんですよ。で、まあ、北米のあのマーケット、さっき土言ったようにそれで人気なんで、まあ、あっちはカブリオレもそうですけど、そのデタッチャブル、なんていうの、ルーフをポコンと外すっていうのも結構人気なんで、まあ、アメリカ車のスポーツカーなんかもよくありますよね。カマロとかコルベットとかもそうですし、うん、いやでも本当にこう、こう屋根が開くと思えないこのスタイリッシュさで、初めて見た時だからどうやって開くんだろうと思って、997見た時、僕もだから知らなかったです、うん、すごかったですよね、開き方。ここが寝てるのが結構効いてるんですかね。うん、と思います。そうじゃないじゃないですか、うん、確かにね。これが余計こうスタイリッシュに。そうですね、ここがそうだよね。ここがまっすぐで、これに合わせるとここ取ってつけた感が出ちゃう、ね、ここ立ち上げちゃうとこう、うん、おかしくなっちゃう。あ、確かにガラスも寝てるし。そうですね、スイスバーなんか全部、うん、傾斜がこう綺麗に。かっこいいな、かっこいいな、欲しいね。テイヤさん、あと1個分かれば教えてもらいたいんですけど、これスモーク貼れるんですか。貼れますよ、この R でこの狭さ。はい、貼れます貼れます。むしろこう拭くときすらどうしようっていう話がちょっと出たんですけど、うんうん、いやでも開ければ開けて、うん、全然全然。いやでもちょっとこのスケスケのまま乗りたいなスケスケ、なんかスガラスってかっこいいと思いますよ、こういう車だとね。確かに意外と、うん、じゃあ続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。後ろもお願いします。じゃあマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。ありがとうございます。
やっぱりタルガですから最初から屋根を開けていっちゃいましょう。ですね、はい、タルガでも初めて乗ります。あ、そうですか、はい、うん、で台数も少なくありません？少ないですね、めちゃくちゃ少ないです。ですよね、はい、逆に値段はかなり残ってますよね。残ってるんですよね、希少車だし、欲しい人はやっぱり欲しい。欲しいですよね。なるほど、探すのが本当大変だと思います。はいはいはい、どっちにしてもそういった意味でもやっぱりちょっと魅力的ですよね。そうなんですよ、特にね今回のこの車のようにオプションがすごいと。確かに、うん、こんなのないですよね。ないよね、タルガでこんなに500万円以上のオプションがついて。うん、そうなんですよ。大丈夫ですか、リフター使わなくて。リフター使いますね、やっぱり。リフター必要ですね、はい、嬉しいですね、嬉しいそうです。やっぱりこうポルシェとかもともと低い車とかって、うん、やっぱりこう入庫するときとかってこうバンパーのチェックとかって、うん、当然欠かさないわけですけども。ですね、今回、うん、まあ、リフターがついてるんで当たり前といえば当たり前ですけど、はい、ノーダメージっていう。そうです、ノーダメージ。いや、ちょっとこの開放感がサンルーフの比じゃないですか。当たり前です、当たり前です、はい、すごい、うん、最近の車ってみんなパノラマで開放感がすごいけど、やっぱりさすがに屋根がこう取れるっていうのはすごいですね。そうですね、うん、うわー、もう最高、最高です。あら、すごくないですか、なんか、はい、あれ屋根開いてんの分かりますけど、なんか、あ、なんだ、カブリオレと違うな、やっぱり全然違うな。乗った時ありますけど、はい、開けて乗るなんてほぼほぼないので、僕らは。なるほど。でもなんかこう、僕もカブリオレそんなに乗ったことないんで、あれですけど、はいはい、カブリオレに乗ってる感じしないですね、車の動きというか、ね、はい、なんかすごいな、なんかしっかり感がすごい。すごいですね、剛性がね。これ後ろやっぱり効いてますよね、絶対。いや、相当効いてますね、これ。もっとあの、はい、オープンモデルなんかだと、そのまあ開けてても閉めてても意外とこうハンドルが振られるんですよ。そのボディがこう緩いんで。まあ少なからずやっぱりたわんじゃいますからね。うん、そうそうそう。なんですけど、まあポルシェはその。なんていうんですか、弱いなっていうのはみじんも感じさせないですね。これもしかしてクーペとカブリオレのこの中間、うん、いいとこ取りな。そんな感じです。しますね。はい。屋根開くんだぞー。でも剛性変わんねえぞみたいな感じです。ちょっとこの視線を感じます。はい。はい、いや、いいな。いいね。いいですね。はい。うわ、トルク感が分かります？トルク感は僕には分からないです。分からないです。僕スキルだと。なんかこう静かに回転も上がらないのにグイグイ引っ張る感じですね。いや本当に、でもこの上のこの風の感じと開放感以外は、うん、本当にオープンな感じしない。しないですね。本当本当。車硬い感じが伝わってきます、うん、そう。 4S かっこいいですよね。テールランプもかっこいいし、このお尻のデカさもかっこいいし、うん、そうですね、繋がるのかっこいいですよ、あれ、うん、そしてまあちょっと内装紹介では飛ばしちゃいましたけど、うん、ナビなんかはもう、はい、この辺はもう使い勝手はそうですね、こっちでも表示できますしね。そうなんですよ、はい、これいいですよね、やっぱりね。ですよね、うん。でセンサー系はメーターに、うん、メーターじゃない、こっちも出るんですか。出ます、センサー系、はい。わあ、もう一個いいとこ発見しました。どこでしょう。やっぱり屋根を開けるとこのマフラーの音が聞こえる、うん、ああ、そうですね、静かですけど。そうっすね、いい音しますね。でもね、いい音しますね。うわあ、なんか後期になって、うん、全部ターボになって、はい、これちょっと音的には前期にかなわないとかって言うんですけど、いろいろ言われますけどね。いやでも Z
全然後期も後期でちゃんと作ってますよね、はい、作ってますよ、ちゃんと作ってますよ。いわゆる普通の車のターボのあの、うん、ちょっとこもった感じ、はい、はなんかないくないですか。普通の車のターボの音じゃないですよね、うん、ポルシェって。なんかこうより NA に近いですかね。ですよね、うん、なんかこうこもった、そうターボターボって感じじゃないですよね、うん、すごくいいと思います。ちゃんとこのポルシェ独特な音も感じられて、はい、そして速いね。でやっぱりこう毎回乗るたんびに思うんですけど、この PDK の優秀なこと、速いっすよね。速いっす。いやこれはいいな、うん、でも確かに土方さん言ってたように、はい、うん、もうちょっと特に僕ミーハーなんで、はい、中はちょっともうちょっと目立たせたいっす。目立たせたいですよね、うんうん、やっぱりテックアウトで張り替えですかね。いやもうやりたいですよ本当本当。でもタルカだとこうハンドルとかも丸見えじゃないですか。そうですね、ハンドルやるだけでも違いますよ。いや全然違いますよ。じゃあカーボンにするとか。そうですね、シフトとか、うん、なんか黒い内装を否定するっていう意味じゃなく、なんとなくこう自分がこう明るい内装とかこういうの乗ってると、なんかこう気持ちがこうなんかこうテンションが上がるっていうか、こうワクワクするというか。ああなるほど、うん、演出につながりますよね。 そうですね。なので明るい色もおすすめですね。なるほど、うん、いやでも今回のは今回ので渋く決まってて。そうです、全然これもありなんで、はい、はい、もうこれ買っていただいてバチンと張り替えていただいても構いませんしね。なるほど、はい、いやタルが乗ったっすけど、うん、ちょっと本当になんかすごくない、なんかこうこんな道悪くてもバタバタしない、まあ、今もう絶賛工事中のこのデコポコ道ですけど。そうなんですよ、全然そんな感じしないですね。いやしないですね、ミシミシギシギシもしないですもんね。はい、全くないです。いいなぁ。じゃあちょっとシートヒーターベンチレーションソムリエの僕が、はい、あソムリエなんですね。ソムリエになりました最近。なるほど、はい、かっこ人の車っていう、はい、今日午前中、まあ、アリーナ店の撮影で850乗ってきたんですよ、はい、850のベンチレーションすごいっすね。あそうですか、はい、音がすごいんですよ、ブーっと。本当？でもお尻がもう寒くなるぐらい風が出て。効きもいいの？効きもめっちゃいいっす。ポルシェはやっぱりちょっと控えめな感じで、うん、穏やかですか。はい、穏やかです、うん、でも十分な感じでございます、うん、いいなタルガ。なんかね、はあ、こうして乗ってると、はあ、エンジンの、まあ、後ろですけど、はあ、ターボのヒューイーって音が聞こえるじゃないですか、はあ、それ聞こえると、はあ、ターボなんだなって認識させられるんですけど、はあ、走ってアクセル踏んでる限りでは、はあ、もうあまり別に NA だろうがターボだろうがなんかこうそのなんていうんですか違いを感じさせないっていうんですかね。なるほど、 NA な雰囲気ですね。ターボターボしてないですよね。してないです、全然。本当に乗り味もそうだし、うん、音もそうだし、いいなぁ。すごい楽しいですねやっぱりね、ワクワクするポルシェって。そしてこうタルガの開け閉めも早いっすよね、うん、早くないですか。早いです、早いです。これだったら別に信号待ちでウィーンできますよ。いや楽勝でできますね、はい、すごい、うん、いいなぁ。ちょっと調べてなかったごめんなさい、はい、走行時速何キロ以下だったら開け閉め OK っていうまた可能性もあるじゃないですか、はい、でも僕は車屋さんとして絶対それは やめてくださいって言います、うん、絶対やっちゃダメですよ。基本的には停車中ですよね、はい、負荷がしてください、はい、そうかっちゃいますからね。そう、あのかぶり売れでも普通のメタルトップのオープンカーでもこういうタルガでも絶対空気抵抗もかかっちゃうので。そうですよね、はい、僕は絶対やっぱりメカに優しくない。そうです、まあ、物理的機能的にはこう大体30キロとか40キロ OK ですよなんて結構多いですけど ね。そうですね、やっぱり車をいたわるんであればちゃんと停車中に開け閉め素早くできますからね。そうなんですよ、そんなに急いでやる必要もないし、うん、はい、弱いものじゃないかもしれないですけど少なからずもミリ単位でずれたりすると。そうですね、違和感が出ますから開け閉めで、はい、それはすごく嫌ですね。いやいいな、内装もなんか今回の車はめっちゃ綺麗だしね、うん、あれ走行何キロですか。
21,500 2万キロ走ってんですかこれ。そうなんですよ、感じないでしょ。全然感じないです、はい、いや僕はあのカーボンのマットの感じから、うん、まあ、せいぜい行ってても1万キロぐらいかなと思ったんですけど、はい、2万キロ走ってんですか。そうなんですよ、だから僕もすごく気シートもだって全然やれてないじゃないですか。そうなんですよ、だからね本当ポルシェとかこう車を分かってる方で前のオーナー様はだからもうこの横に座ったりはしないです、はいはい、なるほどなるほど、はい、なるほど、扱いも分かってる方、分かってますね、シワ寄っちゃいますから。とても大事にされました。もう本当に想像ですけど、うん、初めてこのポルシェを買った感じではないですね。いや全然違うと思います、ね、違いますよね、はい、多分分かってらっしゃる。いや本当に最高ですよこの、ね、ちょっと人がいるところ行きたくな、はい、なります。なんでしょうこの屋根が開く車に乗るとちょっと人が多いところ行きたくなりますよね、うん。いい音してんな、音いいよね普通にね。で PDK はやっぱ早いんで、なるほど、うん、パドル操作が楽しくなっちゃう感じ。いや楽しいですよ、うわー、いい音しますね、速い。なんかよりこう風とかこう車の動いてる感を感じられるんで、うん、多分こういうのって峠とかワインディングとかでこう気持ちよさ倍増しません？いやすっごくいいですよ、うん、その夏は当然日本ってカブリオレ開けられないじゃないですか、はい、乗ってる方は分かってると思うんですけど、やっぱり一番いいのってその秋から冬にかけてが一番いいので、うんうん、ベストシーズンはそこですよね。そうなんですよ、で冬でも空気が澄んでる時晴れると車の中って暑いじゃないですか、はい、まあ汗ばむぐらい、そういう時にちょっとこう開けて風を巻き込まないカブリオレってものすごい気持ちいいですよ。カブリオレっていうかこの、タルガトップだったりオープントップの車ですね。なんか普通の車の窓開けて走るの火じゃないですよね、うん、いや火じゃないです、はい、どうしても窓を開けちゃうとこう風の巻き込みでうるさいし、そうバサバサするから、するじゃないですか、もう車内も。でちゃんとこの屋根だけ開けて、うん、窓閉めてだったら、うん、本当にこうスピード感と風だけ感じられて、そうなんですよね、走れるっていう、うん、これはもうなんか値段下がんないのとか人気なのは分かりますよ ね納得ですよ。そしてやっぱりなかなか新車で買うとなるとこうハードル高いじゃないですか。高いですね、だから市場に流通あんまりしてないのも分かりますね、うん、そのどういう風にしていくかっていうのはもう次のオーナー様の好みなんですけど、例えばさっきツッチーとショールームの中で車を見てた時に、車が車だしスガラスで乗るのもいいよね、ありだよねって話したじゃないですか、はい、でも逆に言うとフィルム貼ってしまえば自分たちの頭の上しか開かない。なるほどなるほど、そうだからカブリオレってのはもう絶対後ろから丸見えですけど、 はい、それがなくなるじゃないですかフィルム貼れば。確かにそういうのもなんかこうちょっとツッチーと違って僕みたいな恥ずかしがり屋さんは嬉しいかなみたいな、はい、特にこう女性隣の女性にこう気使う土方さんだと。そうなんですよ、はい、やっぱりこのしっかりプライバシーも守れる、そうです、フィルムを貼って、そうそうすれば上だけなんで開放感は。確かに確かに確かに、でも十分このね気持ちよさっていう、思わず見ちゃいますもんね屋根開いてると。う、うん、特にこう後ろついたりすると、はい、あ女の人が運転してるとか、うん、あ助手席ちょっとこう茶髪の人が乗ってるとかって見ちゃいます、うん、どんな人をじろじろ見られたりするのもあるので。確かに、確かにそういった意味ではねプライバシーも守れそうかなと思います。いやこれいいな、うん、あんまりハンドル映んないでしょうけど、はい、傷とかテカリとか全然ないんすね。全く皆無ですよ。普通使用感出るじゃないですか、ちょっとテカったりとか。そうです、もうほぼほぼないので。シフトもそう綺麗でしょ、はあ、すごい大事にされてました。超コンディション良好です、超いい感じですよ。これお買い得ですね。いやお買い得ですね。スポーツクロノの、うん、なんか白にするだけで存在感がすごいですね。なんか何ですかね、いいですね。なんかさっき土に言われましたけど、はい、改めて考えたら確かにスポーツクロノメーター白い車ってあんま見てそうで見てないですよね、はい、見てねえなぁなんて思っちゃいました。なんかもう今装着率ナンバーワンじゃないけど、うん、オプションでついてて当たり前じゃないですか、うん、スポーツクロノって、ね、なんか若干景色になりつつあるんですけど、はい、白だと存在感があっていいです。確かに
いやー助手席だけど最高でした。最高ですね、はい、お買い上げでお願いします。はい、じゃあ注文して樋口さん、毎回これ聞いてるんですけど、はい、これもし触るとすれば、うん、というか今回の車なんか、うん、もう任せてくださいって感じじゃないですか。いや本当そうですよなんかね、あの やろうとしたら多分手数はいっぱい出ますね、これね。本当にローダウンしてもいいし、タイホイール変えてもいいし、はい、もう逆にこの機能面はもう全部揃ってるじゃないですか。そうなんですよ。だからもうあとはその派手さをプラスしたい人は派手にしてもいいし、うん、はい、あとはあれですよね、うちの場合テックアートがありますから。そうなんですね、バチッと、はい、でもし触るとすれば内装までやりたいですね、はい、ぜひぜひ様々なものがお手当できるんじゃないかなと。うん、はい、というわけで今回はボンドカーズ東京よりポルシェ911タルガ 4S、はい、ご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。